どんぐり FM。 いやどうも、どんぐり FM の夏目くとなるみです。うん、いや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 、さあやってまいりました、どんぐり FM。 ちなみに今のは誰の挨拶でしょう？全然わかんない。答え、東海オンエアでした。今はなるみさんにリンク送ったんですけど、うん、僕全然、これ多分1年前だわ、知らなかったんですけど、ハテナブックマーク15周年企画でございます。うんうん、ちなみにこれ15周年は2020年で15周年だから、これ去年のだ。知らなかった。見ました、これサイト。いや、今初めて知った。そうで、なんかキャンペーンやってんのに、これだって2020年の8月までですって対象期間になってるもん。だからこれ去年のだわ。ほうほう、去年が15周年だったの、ハテナブックマーク。うん、知らなかった。うん、でこのサイト真ん中の方にハテナブックマーク全体の歴史だって。ああ、これもうなるみさんがホイホイで見ちゃう。もうこれね、ちょっとじゃあ2020年から右にカルセルぴょこってやって、2005年、2006年、ジョブズのね、大学卒業式エピソードとか、ステイハングリー、ステイ、2006年ね。そうそう、ステイハングリー、ステイフリッシュのスピーチが2006年だったんだ。そうそう、そう、あ、それその年の最もハテナブックマークされたサイト出てんだ。そう最もではないかも。あ、でも最もかもしれないですね。最初に出てるのは最もかもしれないですね。うん、だって2000ハテブ、3000ハテブとか言ってる。はいはい。で、これ見てると面白いんですよ。ああ、こんな時が、こういう感じだったな。2009年にさ、ツイッターの公式 RT、はい、非公式 RT、QT の違いを分かりやすく図で書いてみたって。これ今の人何言ってるか分かんないでしょ。え、2009年。2009年。僕それ表示されてないわ。人によって違うのかな。あ、そうなの ?2009 年のベスト5に入ってるよ。僕のベスト5は、日本にいながら生の英語に触れる方法とか。あ、入ってない。あ、違うんだ。やる気に関する驚き。今ログインしてないんだけどな。あ、でもあれだと思います。多分バラバラだと思います。だって下にエントリーをシャッフルってボタンあるもん。あ、なんかランダムか。はいはい。うん。あ、でも今エントリーシャッフルしたら出てきた。ツイッターの曲が。ほら、これね、面白いんですよ。やばいな、これ。やばい。もうこれ、おっさんホイホイというか。でもさ、このハテナブックマークってさ、うん、多くても数千なんだよね。だどんだけユニークユーザー少ないかってことだよね。うん、まあそうっすけど。めちゃくちゃ少ないよね、使ってる人が。いや、そうだけど、あれじゃないかな。この記事がいいと思って、ブックマークした人が4000人ってことですよね。うん、まあそっか。まあでも、ファボとかよりもハードル高いから、結構本当にちゃんといいものがあるイメージは。ありますけどね。なんか、まあ要は投票サイトじゃん、これって。そうですね、投票への参加者が少ないんだろうなって気がする。はいはい、やっぱ中身も偏ってるし、まあそれがいいんだろうけどね、ある意味心地いいんだろうけど、こうやって見るとやっぱツイッターのそのシェアとかいいねが見たらやっぱだいぶ少ないよなって気がするよね。まあそうですね、まあ時代も違うのか。うん、僕ニュース見てないって話は昔しましたけど、ハテブは未だにちょっと見てるんですよね。あ、そう。僕この偏り結構、僕なんかね、ハテブちょっとインターネット民に嫌われ気味ですけど、そんなに嫌いじゃないんですよ。未だに見てますよ。僕は一時期からもう見なくなっちゃったかな。2010年ぐらいかな、見なくなったのは。なんか昔さ、いろんなサイトにさ、ツイートボタンってなかったんだよね。うん、2011年ぐらいにできたんじゃない。割と結構置いてないサイト多くて、それツイートボタンないサイトについてツイートするときに、ハテナブックマーク拡張っていうのはすごい便利で、はいはい、ブックマークしながらツイート流せるんだよね。10年前だよ、うん、その時すごい使ったんだけど、はい、今どのサイトにもさ、何らかのシェアボタンってあるから、あんま必要性を感じなくなってきたし。そっか、今もまあでもめちゃめちゃ使ってる人いるんだろうね。うん、僕は結構好きですけどね。何が面白いんですか、これは。ハテナブックマークは、ハテブはキュレーションされてる、その偏りが僕がの偏りとちょっと似てるんじゃないですか。ちょっとハテブでトップに来てるやつは IT 系的な感じ、うん、と何らかの思想がこもってそうですけど、うん、ちょっとその思考はとか思想は言語化は難しいです。それが多分近いんだと思いますよ。なんか違うなっていうこともあるけど、うんうん、2010年何の役に立つんですかの暴力性、これ多分あれですね、蓮舫さんじゃない。2位じゃダメですかってやつですか、これは。そうじゃない。ースーパーコンピューターみたいなのが何の役に立つんですかみたいな。いやー、これね、エントリーシャッフルしながらね、2011年 HTML5 とは何かをまとめてみた。もうなくなった。ちょうどなくなった今年。ほら、永久保存級の 2MB 以下の使えるフリーソフト30選。あー、いいね、そういうの。ほら、フリーソフト、ほら、2012年クックパッドで見つけた知らないと損する激うまレシピ。あー、なんかハテブっぽい。はいはい、いいじゃん。いいじゃん。今見ても多分いいんだよ、これ。これね、いいんすよ。この、シャッフルをね、ちょっとちょいちょいシャッフルしていくと、あー、はいはい。ミクシーの新人研修のトレーニングのが分かりやすい。あったね、そんな会社みたいな。いや、あるし、めちゃめちゃ好調だし、今もね。株式会社、モンストじゃなくて。じゃなくて。あー。
これね、なんか2010年とかそのあたりだとセンスがグッドアップする、そのまま使える英語のメールの書き出しとか英語系があるけど、もう最近見ないですよね、そういう英語学ばなきゃ系。もう学ばなくてもさ、うん、なんとかなっちゃうんじゃない？見えるもん、うん、ね。いやー、これほらぼーっと見ちゃう、楽しい。まあね、でもこの2011年とかの上位のやつをクリックして読んでも役立たないわけじゃん。いやいやいや、すまんがこれはもう。この昔をこう解雇して楽しいっていうのもあるし、うん、面白いのもありますよ、こう見て、あーこんなのあったんだ、面白い、あるある。だって2006年とかさ、うん、テックランチジャパントップページとか入ってるからね。痛いニュースのトップページとかさ。これってどういうことかな、あのリンクが消えちゃってるから、それかテッククランチというのが出たすごいってこと。そういうことじゃないのかね、わかんない。痛いニュースができたすごいってことじゃないですか。違うのかな、個別の記事じゃないよ。だってそっか、別に個別の記事のリンクが死んでもあのトップのハテブが集まったりしないですからね。いやー、こういうのね見ると面白い。あー、そんなのあったねーっつって、ほらなるみさんがボート見ちゃうでしょ。見てないよ、見てないよ全然。そっかそっか。ハテブね、うん、ちなみにその下にはあなたの歴史って言ってログインしてると自分が何ブックマークしたのがありますね。うーん、僕最新のブックマークが2011年。使ってないじゃん全然。カテブはしないからな、見てるけど。ちなみに最新のブックマークが僕のサービス終了のお知らせネイバーまとめ、サービス終了のお知らせネイバーまとめ、サービス終了だからネイバーまとめをブックマークしたの、しててことごとくページ消えてんのか。消えてるわ、うん、だったらもうあれだよね、なんだろ、エバーノートかはなんかわかんないけどスキャンした方がいいってことだよね、ウェブクリップ、うん、そうっすね。そうだ、僕昔ハテナブックマークとかなんか URL をクリップしたんだけど、最近も、うん、全部スクショ取るようにしてるね、うんうん、スマホでその重要な部分というか、これ知りたいって部分だけ、うん、だいつか消えるじゃん結局なんてのも、結局はそうっすね、うん、で本当に欲しかったらね画像なりなんか取っといた方がいいですからね。そうそうそう、完全画像で保存だな、だから記事もあんまシェアしなくなったなと思うし、うん、いやーそうっすよね。そうでね、このハテブのが僕見た時に、あーなんか懐かしいな、うんうんっつって、よしこれどんぐりで話そうと思ったので共有でした。しかも、うん、全然知られてなくて、あの1年後にもう今祝16周年だもん。多分、いやいやいや、こんな感じでね、ブックマークしても読まなかったりしますからね。ブックマークっていうものもしなくなったもんな、しなくなった、もうどんどん流れてっちゃうからね、うん、後で読むは読まない、読まないよ、うん、あーかくれんぼ。かくれんぼ。成田の地方ではぼでした。これでもぼだったの、どんぐりヘム。全然話変わるんですけど、なるみさんに質問です。というか相談です、うん。写真の保存ってどうしてます？写真の保存、僕はドロップボックスに全部入れると同時に、Google フォトにも同じものを入れてますね。iPhone で撮った写真を、そうそう、iPhone で撮った写真はそのままドロップボックスと Google フォトに行くし、ローカルは？パソコンのローカルに入ったやつも特定のフォルダーに入れたものは全部ドロップボックスと Google フォトに行くようにしてるかな。うんうん。2つにやった方がまあいいなと思うし、 iPhone のローカルは、 iPhone ローカル撮ったもの写真、うん、ローカルのは消えないの、あ撮ってバックアップしてあとは消すかどうかってこと、うん、消す消す、あじゃあもう写真はあんまり入ってないんですね、あのローカルには。そうだね、過去2ヶ月分ぐらいかな、うーん3ヶ月以前のはもうバックアップ回したらもう消しちゃうね本体からは。そうそう、僕撮る枚数めちゃめちゃ多いんですよ、うん、月に20ギガぐらい撮るから残しておけない、ローカル、そもそも確かにローカル行ってたら、うん、なるほどね。いや僕もどうしようかなと思って、今僕も全く一緒で、まあ、Google フォトにアップしてたんですけど、うん、で Google フォトはちょっとなんか有料になり始めたり、有料っていうかあの容量がゴニゴニになったりし始めたじゃないですか。そうね、うん、まあでも Google とか僕容量買ってるんで無限に使えるんで全然いいですけど、これ Google フォト1個に依存は嫌だなと思って、僕結構1個に依存しちゃってたんで、うん、ドロップボックスね。そうドロップボックスこれクスが自動でいかないですよね。いや自動でいくよ、 iPhone のアプリ入れてれば。え本当に、うん、僕 iPhone のこれあれなんだっけ、 Wi-Fi 使わずにロードですみたいなのをオンにしないとダメ、カメラプロードオンにしてんのにいかないですよ。それ Wi-Fi 繋いないときはいかないし、バッテリーが 20% 以下のときもいかない、うん、いや僕今バッテリーいっぱいというか充電もされてるし Wi-Fi だし、そしたらもう知らんよ、行くはず行くはずだから一回アプリ消してまた入れるなりすれば大丈夫だと思うよ。いやそうなの、自動で行くから。今ドロップボックスのアプリ起動したらバックアップしてますっていうのが走り始めた。あじゃあそれでされると思うよ、それ待ってればもう全部バックアップされるよ。そうですよね、これ定期的、うん、これ定期的にやんなきゃダメなの、大変だな。まあ週1やればいいんじゃないの。確かに、そうこういうねちょっとしたこうハックとまではいかないけど、うん、例えば僕のお友達何にも残してないんですよ、写真をバックアップを、うん、でそれはやりたいけどリテラシーなくて、あそうで、うん、携帯変えたから写真がないみたいなそれいつの時代みたいなそこまで大事じゃないんじゃないのその人にとっては。いやでも
ちょっと困ってたりするんですよ。マジか。それはまあ教えてあげるしかないよね、知らないんだったら ね、ね。で結構今いきなり国民全員に iPhone ホイって渡されて、うん、リテラシーの差が比較的僕とかなるみさん昔から携わってたから、うん、あと周りにそういう人たちがいたから知ってるけど、知らない人たちも多いんで、なんかこういうねちょっとしたの大事、ね、うちの親もやってるけどね、ドロップボックスにバックアップぐらいは本当に、うん、うちの親、まあ、完全に携帯変えて消えちゃいます。あ、そっか、うん、もうなんか過去の歴史をもう上書きして生きている、うん、まあ残すほどのものもないけどね、だって、うん、10年前20年前消えてたしさ。いやいやいや、結構でも年になってくればなるほど思い出は大事にしてます、まあ、たださ、この数百万枚っていう写真を俺たちは振り返るかっつったら、バックアップ取ったことに満足してるよね、消えてないってことに対してさ、うん、そう見ない見れないもん多すぎて、そうなのでね、こういうねちょっとしたハックというか、うん、まあね、でもね、うん、ドロップボックスと Google フォトを併用した方がいいのは、ドロップボックスってオリジナルサイズで保存できるじゃん、うん、で Google フォトはやや劣化するんだよね。しかも Google フォトの動画全然再生できなくないですか、重い動画。重いとかあるね。ただ検索やっぱ優れてるから、うん、例えば渋谷区で撮った写真とか、何月何日撮った写真とかさ、あと出てくるじゃん。あれ野球ってやると野球やってるとこ出てくるよ、うん、やっぱ機械学習というのはすごいからさ、すごいよね。検索して Google フォトで検索して日時特定して、ドロップボックスでその写真本体出すみたいな、うん、インデックス代わりに使うっていうのがいいんじゃないかなと思うんだよね、はいはい、Google 側を。そうっすよね。 それ以外は保存してないですか、その2つだけ。してない。 Amazon と Apple は使ってないね。じゃあドロップボックス、それってプチ有料です、じゃあ足りないですよね、なんか本気有料ですみたいなやつにしないと。3テラ、はい、で3テラもそろそろやばそうだから、多分次プロと5テラかなんかするのかな。あ、いや3テラの上確かもう めっちゃ高いやつ、スーパーハッピーセットですみたいな感じだった気がするただまあデータってもうやっぱお金払うよそれはもうね、うん、だってじゃあどうするの、消すの、うん、そうそうそう、ローカルに保存はないなと思うし、やっぱ。え、iCloud は、 iCloud は嫌なのは、うん、Apple を僕はそんな信用しないんですよね、はい、データ共有のに関して、はい、なのでどうも iCloud は嫌だっていう。なんか僕のあの iPhone たちが、うん、データ iCloud に入れるとめっちゃ削除できるから便利だぜってすごいサジェッションしてくるんですよ、うんうん、してくるね、 Apple の端末だからね。そう、うん、で Mac も iCloud にやるとめちゃくちゃ良くなるぜってサジェッションしてくるんですけど、今迷ってる。Apple 端末ってさあちこちになるじゃん、うん、iPad、Mac とか iPhone とか、うん、あと Apple TV とか、そういう端末全部がさ全部の情報を共有しだしたらさ、やだわ、嫌じゃんちょっと。お友達に貸してた、そう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 、あの iPad に、うん、僕のお尻の画像が出る、表示されちゃうんでしょ。あと何気なくテレビつけたら Apple TV で夏目さんのお尻がバーン出るわけよ。あー最悪だ。っていうとこがあるから、ドロップボックスぐらいがいいのよ、はい、そうっすね、うん、ドロップボックスは自分以外完全に触らないからね、そう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 、うん、確かに。 iCloud とか Amazon フォトは便利すぎて危ないと思ってて、うんうん、だクラウドはあんま使わないようにしてんだよね。ああ、 Amazon フォト使ってないですか、うん、あれもさ、なんだっけ、 Fire Stick TV がテレビ触ってるから、はい、テレビ触ってものがもう絶対共有したくないのよ。それはそうっすね、うん、確かに確かに、そういう基準俺は、はい、だからドロップボックスと Google フォトっていうね、だから Google、はい、Chrome TV っていうのは使わないようにしてる。うんうん、なるほどね。僕 iCloud は多分課金してて、それは iPhone と Mac をまるっとバックアップしてますね。うん、まあそう、そこは最低限の課金で済むじゃん、多分月500円ぐらいで済むよね、うん、そう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 。え、それやってます？それやってる。それがあれば、え、それぐらいですか、 iPhone と Mac のバックアップは、うん、そうそう、メモ帳とかさ、そうそう。あ、でもメモってめっちゃ重くなりません？僕使わなくなっちゃった、メモ帳。あ、メモ帳はそんな使ってないかな。ただまあ、うん、iCloud カレンダーとかねとか使っとくと iPhone 買い替えとき便利だし、便利、うん、最低限使ってる感じ。ただデータは全部預けてないね。そうっすよね。なるほどね。でね、今ちょっと僕は普通に質問しましたけど、なんかこういうねちょっとしたのがね、人によって差が出るな。まあこのどんぐり聞いてる人って微妙にドロップボックスを使ってないとかもいるかもしれないから、ちょうどいいのかもね。そうそう、うん、あのもし iPhone 使ってる人は使った方がいいですよね、うん、なんだかの。あともう一個、うん、LINE のバックアップってあれ自動でされます？機種変前に手動でやった方がいいよね。これ例えば今僕 LINE 開いてホームで右上の設定画面から、うん、LINE のバックアップしたいと思ったら、これどこにあるかっつったら、プライバシー管理とかプロフィールじゃなくてトークにあるんですよね、うんうん、でトークにトークのバックアップっていうのがあって、うん、で行くとバックアップ頻度ってあるんですよ、うんうん、で僕これ毎日にしてる。あ、そうなんだ。なのに今見ると最新のバックアップが2021年4月、なんでやねん。それはちょっと LINE さんに聞いてもらわないと。ちょっとこれでもさ、じゃあ LINE のトークなんて消えてもよくない？どうせ LINE ニュースからなんかニュース来ましたとか、あの子に送った切ないメール、あの椎茸占いを読みたくて課金した、課金じゃない、登録した防具の防具でしょ、いらないでしょ。
夏目さん LINE 絶対防具とかさ、LINE ペイを送金しましたみたいなし、来てないわけじゃん。いらないよ、そんなバックアップは。なんか、LINE ペイの通知、なんだろう、通知ページみたいな。そうだよ。俺もそうなんだけど。だから僕、機種変するとき、LINE バックアップ取ってないね。へぇ、うん、別に消えたところで、そんななっていう。まあそうなんですよね、うん。仲のいい人とお金のやり取りするだけだからさ。仲のいい人とお金のやり取りする。そうそうそう。うん、そう。いやでもね、あの時送ったあの切ない LINE。切ない LINE をさ、送らないもん。大地さん、うん、今までありがとうみたいなやつが。おっさんと LINE しないですからね。ね、うん。なるほどね。ちょっとその辺をいっぱい聞きたかったんですよ、僕は。こういったガジェットの話題みたいなね。の、あのね、これ僕、マジ大事だと思うのは、リビルドとかバックスペースじゃ教えてくれない。でも古典ラジオとかでも教えてくれない。確かにね。あの、何向こうだとレベルの低い呼吸するようなもんだからね。そうそうそう、レベルの低いガジェットの話。そうだね。たまにありますか、じゃあ、はい、これね、これ今日は第3回レベルの低いガジェットの話です。Bluetooth って知ってる？そう、今って何でメッセするのがいいんですか。なんかそういうね、そういうのちょうど、まあね、そうだね、もうね、もうピケティみたいな話でこう走っちゃってる人にはもうどんどん走っちゃって情報入ってってるんで、先行っちゃって置いてかれてる人はどんどんどんぐりはその狭間でぐるぐるしていきたい。あれ、あ、こっちもこっちもみたいな。こっちもこっちもみたいな。そうっすね。確かにそれはあるね。うん、だから、この、写真って消えちゃうんだけどぐらいはね、僕はちょうど知りたかった。バックアップってみたいな。まあ確かにしない人はしないか。する方が少数払ったりすんのかね。でも、お金払いたくないドロップボックスみたいな、よくわかんない海外のやつに。ただ、そこはもうデータには金払えっつう話っすよね。うんうん。じゃあ、またたまにやりますか。うん、やりましょう。ぜひ、じゃあ、このは、こういう話気になるとかね。つうか、僕がいろいろ気になるんだよな。そもそも、この、スマホから写真消えちゃうわっていう人は、ポッドキャストを聞けるのかなっていう。それがね、それは聞いてたりするんですよ。あ、そう。よかったよかった。で、それもそうだし、どっちかというと、僕が聞きたい。